こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ水曜日になりましたので、はい、動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。週末にですね、またバタバタバタと入荷がございまして、はい、ちょっとまだ紹介もしきれていないんですけれども、はい、随時ご紹介していこうかなと思いますので、はい、お付き合いいただけたらと思います。はい、今日はですね、キャプテンサンシャイン、はい、先週かな、先週セットアップの末かな、はい、末に入荷して、はい、セットアップは一度ご紹介したんですけれども、はい、まあおかげさまで大変ご好評をいただいておりまして、はい、で今回ちょっとまあ同じくですね、おすすめしたいアイテムとして、はい、このグルカトラウザーズ、はい、はい、グルカですね、はい、まあ、形としては一応、まあ、定番的に、ブランド定番の、はい、展開しているモデルなので、はい、まあ、目にされたこともある方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まあ、こういうベルテッド的な、考えっていうのは、まあ、古いイギリス軍の、はい、ベルテッドじゃない、ごめんなさい、グルカ、はい、はい、パンツを、まあ、モチーフにしている形になりまして、うん、まあ、ここのベルテッドのベルトと、あとサイドのアジャスターですね、はい、はい、まあ、この辺をうまく取り入れて、まあ、割とこう現代的に、うん、はい、まあ、使いやすくモディファイした形になってます。はい、で、まあ、シーズンによって素材とかがこう、ね、変わったりするんですけど、うん、今回新しく、出た生地っていうのが、まあ、ヘリンボーンになります。はい、で、まあ、ミリタリー感はそこまで強く出ないのかなというのが、もともとまあワークウェアをこうちょっとサンプリングして新しく生地を作ったっていう素材になるので、コットンとシルクとあとリネン、はい、をこうミックスした生地になります。なのであまりこういわゆるミリタリー型のパンツなんですけど、そこまで重々しくない、はい、はい、割と春先、まあ、夏場に向けて履いていただける、そんなパンツかなと思います。はい、で今日はまあこれをベースに、ベースにというかこれをちょっとね、外が天気がいいので、はい、まあ、春の陽気とともにお伝えできたらなと思いますので、はい、まあ、ちょっと歩いてる感じっていうね、うん、ところで、まあ、実際履いて街の雰囲気と一緒に合わせてご紹介していこうかなと思っております。はい、という形で、はい、ちょっとね、こう街の五本木のこう春らしい陽気とともに、はい、はい、入ってご紹介してまいりました。まあ、正直形としては何でも合うかなという、うん、まあ、結構万能型じゃないかなと、うん、はい、あの雑な言い方ですけど、本当に何でもいいかなと思うので、はい、まあ、夏場とかが近づいてくるとこうレザーサンダル入れていただいたり、はい、まあ、カチッとしたい時は足元じゃ革靴で、うん、まあ、ラフに休日履くんであればスニーカーで、はい、まあ、その辺も割とこう汎用性は高いパンツかなと思いますので、うん、まあ、いわゆる、まあ、オリーブとはまた少し違ったベージュでもなく、カーキというかね、というかね、本当に絶妙な、はい、少しこう洗いのかかったような色なので、うん、あのこういう割と淡めな色と合わせていただいてもいいですし、はい、こういうブラック系のアイテム、濃いアイテムとも相性はいいかなと思います。うん、はい、まあ、特にこの生地感っていうのは、まあ、やっぱり
ブランドが得意とする部分かなと思いますので、はい、いい記事ですね、まあ、形とこの記事、はい、両方ともぜひ直接ねお手に取って見ていただけたらと思います。はい、はい、僕でサイズ30、鈴木さんで34、はい、ってます。で一応間に32というサイズもご用意はございますので、はい、まあ、ちょっと3サイズ比べていただけたらと思いますので、はい、ぜひお試しになってください。はい、そんな感じで、はい、今日はキャプテンサンシャインのグルカトラウサーズご紹介しました。うん、今週もう一度金曜日ですね、はい、また新作が入ってますのでちょっとその辺を今週はご紹介しようかなと思ってますので、はい、引き続き、楽しみにしていただけたらと思います。はい、はい、じゃあそんな感じで今日はありがとうございました。ありがとうございました。